はい、今日もねナマズ狙いに来ましたよ来ましたよ。あ、めっちゃナマズおるけど、めっちゃナマズ、めっちゃおるかな、分かるやろか、めっちゃおるんだけど、ほら、こ、誰一人食わ、誰一人食わ、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 全然食わ、ほら、これめっちゃおるんだけど、ほら、めっちゃの分かるから映ってるかな、全然食わ。さっきまで生ぞろいでも見えてたのにね、全く見えなくなった。全く見えなくなりましたね。そこに止まってたしね。止まってる、やっぱり。ほら、そこにおんねん。大きくはない。でも元気なの。ほら。60センチあるかな、これも60センチぐらいありそうやね。58から60ぐらいかな。こんな感じです。反応出てくれたけどね、やる気のある子おったよ、おったよ。よし、うっ、マジか。出やんかった。一発勝負かなっていう思ったんですけど、出やんかったっすね。おるんやけど、姿も見えてるんやけど、くっそ、やってしもた。サボサかな、やっぱり。ちょっと身の毛でやってみます。おっと、やってしまった。いっぱい持ってんけ。
ごいクタ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 。これはでも揚げられへんな。これ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 食った、これ食った。そんなに多くないですけど、こういう風にして、こういう風にして、ほら、今にしてこういう風にして、ね、よし、大きくないんですけど、よし、ごめんね、ちょっと大きいんで運べないんで、ちょっと待ってよ。おお、よし、ちょっと移動してみようか。ってしもた。はい。こんな感じですね。はい。ちょっとね、生ずりに来たんですけど、食い切れました。ね。まあ、そんなに大きくはないですけど、まあまあまあ、引きはすごいですよね。生ずやバスに比べると重たいんで。はい。おっと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 。はい。逃がしたいと思います。はい。ね、ジャークソニック。これリップなしなんです。実はあの、リップ折れてあって、このペンシルみたいな使い方してるんですよね。これ、結構ね、あの、水深のないところではゆっくり巻いて使えるんで、めちゃくちゃ便利なんですよね。折れてしまったやつを再利用してるってだけです。わざわざ折ったわけではないですけどね。ね、折れてしまったやつ再利用してます。はい。